こんにちは、パラスト企画阿部ちゃんです。かなです。カメラマンの葵です。はい、今日はですね、同世代、はい、日産車スペシャリティスポーツ対決をお送りします。なんだそれ、対決企画なんだ。うん、今日紹介する車は、はい、両方ともサンニーです。サンニー？サンニーなの？はい、両方ともサンニーです。こっちは、うん、DNR サンニー。はい、そうですね、分かってます。うん、こっちは Z サンニー。その通りZ サンニーなんですね。そうです、まあ、ということで今日は、まあ、同時期にね発売されてた日産車のスポーツ車といったらこの2大巨頭ですよ、スカイラインフェアレディ Z ね。これを、まあ、当時を懐かしみながら、うん、ちょっと皆さんに紹介しながら、はい、まあ、どこが違うのかとね、いろんなところをイチャモンつけてね見ていきたいと思いますのでぜひご覧ください。お願いします。お願いします。こちらの2台ですね、はい、まずもうごくごく最近お客様から買い取りしたお車でして、はい、先日ですね、あの弊社の陸送スタッフの皆さんがもう夜も寝ないで昼寝して東北の方をぐるっと回ってきた時の獲物でございます。おね、でなんとこちらのお車ですね、はい、まあ、これバラしちゃうとこれ阿部ちゃんの中学校の同級生の車です。え、知り合い？知り合い。え、じゃあ阿部ちゃんが買い取り？そうですね、この間あのゴールデンウィークで実家に帰った時にチラッと査定して、あら、そんぐらいじゃねえのって言ったら本当に売るって言われて、あら、すごい。でついでに取ってきてもらったと。すごい、ね、でも綺麗でしょ？綺麗、ね、すごい綺麗だと思います。阿部ちゃんが綺麗にしました。そうなんですねツルンツルンだもん。磨きましたね、さっき。結構バフがけみたいなのもやりました。してましたね。多分今オーナー見てると思いますけど、だいぶ綺麗になったと思います。また手にかかったまた乗りたいってねなんと Z32 でドリフトしてたというね、え、珍しいオーナーでして。え、じゃあこれドリシャ？まあ、ドリシャ、完全にドリシャ仕様ではないけど、デフ入ってクラッチ入って、うわ、もうドリドリ、すごいですね。ドリドリ仕様、なかなか珍しいんですよ、 Z32 でドリフトするのって。でも東北の人はどこでドリドリするんですか？それは山に決まってるじゃないですか。山ドリ、山ドリ、峠ですよ、峠。峠攻めるんだ。峠、太平山。もうその山まで出てきてる。ちなみに阿部ちゃんは太平山ドリドリしました？阿部ちゃんは膝擦ってた派ですかね。膝擦ってた？膝擦ってた派ですかね、太平さんは。あのここに空き缶つけて火花散らして膝擦ってた派です。いや、一番怖いそれ、はい、でも黒って初めて入ってきた気がします、うん、そうだね、前赤いやつ入ってきてましたけど、はい、ただね、今回の Z32 は紹介するのおそらく初めてなんですよ。うわ、前回の赤い32は、2x2 っていう2シーターと2シーター、4人乗りだったね。ああ、そういうことか。今回の Z32 は2シーター。本当だ、はい、2ドア2シーター。そうです。後ろにも後部座席がない、まあ、ないですね、うん、もう全部トランクスペースというか、うん、でホイールベースも 2x2 より少し短いよと、はい、いう感じで、まあ長さ見てもそんなにね 32GTR と変わらない。そう、変わらないですね、感じ。2倍1のやつもうちょっとこっちが長くなる、もう少し後ろが長いですね、イメージが、はい、お尻がで、これもあれですよね、 T バル。そうです、 T バーです。あら、外せるやつ、うわ、オープンになっちゃうやつ。オープンになっちゃうんだ、いいね。なんかやっぱこうやって見ていくとさ、32GTR と 32Z って、うん、やっぱこうイメージが違いますよね。全然違います、うんうん、だから結構こっちはどういう人向けに作ったんですかね、日産。そうだね、まあ割とちゃんとスポーツしたい、スポーツカーに乗りたいっていう人はスカイライン GTR、 割と街乗りでもおしゃれに決めたいっていう人が Z だったと思います。おしゃれに決め、確かにそう言われるとこう比べるとこっちの方がスタイリッシュな感じします、うん、まあ、どっちが女にモテそうかといったらこっちだよねいやなんかね、遊んでそう、極論言うと遊んでそうよ。なんかこっちゴリゴリだもん、だってゴリゴリ。でも思ったのは、何、こっちの方が遊び人そう、うん、でしょうね、ちょっとナンパな感じだよね。わかる、ルーフ開いちゃうし。こっちはそういう感じじゃなくて、なんか一途、一途、うわ、まあ、あの装備してるものも見ると分かるんだけど、はい、32GTR はオートマありません、はい、全車マニュアル。そうです、ね、だけどこっちの Z32 は
生産台数の中だと AT の方が多いです。マニュアルの方が少ないんだ。そう、ただこいつはマニュアルです。おお、すごい。しかもツインターボ。それはもともと、もともと。だから、まあ、Z32 のグレードの中ではこのパッケージが一番スポーティーですよね。ツインターボの5速マニュアル、うん、で2ドア、あ、ごめん、2シーター、2シーター。だから結構ね、いい値段なんですよこいつは。結構いいお値段で、結構いいお値段です。まあ、なので今日は、まあ、そんなところも見つつ、うん、ちょっと部門に絞ってね。そうですね、こことここ 32GTR と 32Z 何が違うのか見ていきたいと思います。はい、楽しみ。はい、じゃあまずエンジンからね、はい、比較してみたいと思いますが、もうこちらはもう言わずと知れた、うん、ね、RB26 でございます。そうですね、もう割と綺麗ですね、うん、これお客さんから買ってきたそのまんまなんだけど、洗車してないんだ。うん、洗車一回もしてないです。綺麗、割とちゃんと維持されてたんじゃないかな、うん、インジェクターとかも変わってるし、燃料フィルターもポンプも、ポンプじゃねえよ、このホースも変わってるし、この辺のホースも変わってるし。そうですね、新しい感じ、うん、サスペンションなんか付け立てじゃないですか、もしかして。うわー、すごい、うん、確かにピカピカだ、うん、このスポンジも、お、本当だね。まあこれでもね、ギチギチなエンジンルームだと思うんだけど、こっち見てください、うん、はい。あの、もう見てすぐ思う、絶対メンテナンス性悪い。エンジンでかくね。でかい、これ全部、これエンジン、はい、ここからここですもんね、はい、うわ、これ VG30DETT って言うんですよ。うーん、そうですね、 VK、V6 ですもんね、はい、Z は。こっちは3リッターの V6、はい、あっちは 2.6 の直6です。はー、エンジンとかどう違うんですか、うん、どう違うというのは、走りとか、走り、うんうん、走りで言うと、はい、RB26 の方が高回転型です。おー、回す、回してなんぼ、ね、でこっちの V6 の3リッターは割とトルク重視って感じかな、前に進む力がある。そうそうそう、だからその分結構重いエンジン。そう、だから AT とのマッチングもいいんですよ。あー、確かに。だからドリドリも割とやりやすいって言ってましたね、僕の同級生は。ただね、整備性が死ぬほど悪いです。ちょっと思った、これ、はい、隙間もないよ。私でも思う、パッツパツだもん全部、うん、そう、彼もね、この車なんか知り合いから安く売ってもらって、はい、いろいろ手をかけて整備したらしいんだけど、水は漏れるわ、イグニッションコイルは死ぬわ、クラッチは抜けるわ、もういろんなところをちょこちょこ整備しながら、まあ、維持してたっていうことなんだけれど、大変だね。だってすごいですよ、クラッチのブリーダーここですよ。普通はどこにあるんですか。普通はだってミッションの脇についてんじゃん、オペレーティングシリンダーが、クラッチのところ、そっから普通エア抜きするんだけど、ここでエア抜きするんですよ、 Z3 に。すごいよね。なんでこう話しちゃったんだろう。場所がなかったのかな。なかったのかな。だってここだけでもさ、なんかてんこ盛りじゃない。てんこ盛り。あとこんなとこにハイキャスあるでしょ。ハイキャス。で、あんなとこに燃料ポンプあんだよ。あ、燃料フィルターか。フィルター。入らないから。これさ、横っ腹突っ込まれたら燃料噴射ですよ。ああ、そうですね。危な。ここの中にもあるんですか。これはね、エアクリーナーです。この中。エアクリーナーここにあります。ここにあるんだ。どっから吸ってんの。まあ、吸気はここですね。ここ、はい、ここ、この中にここだって、ここだって、もう見えない。よく入れたよ。この下にターボもあんだよ、だって。あ、そっか。タービンからこう来て、こう来て、また戻ってると。しかもついんですもんね。そうです、その通り。これ取ったら取ったで、下もなんかパンパンそうじゃない、うん、もう逆クソまで作ったんじゃない。よく乗せたって感じ。まあ、どちらもいいエンジンです。こう落ち着けがたい。おー、すごい。同世代の車でもエンジンだけでだいぶ違いますけど。燃費的にはどうなんですか。どっちも燃費はね、 Z の方が悪いってよく言いますね。あ、そうなんだ。 AT が多かったので。あ、オートマだから、うん、でこっち3リッターだし。わあ、そうか、なるほど、はい。まあ、Z32 の内装は以前の動画でもお伝えしてるんですけど、まあ、軽く触れますね。はい、こう2シーターは後ろないです。うん、ね、もうないです、これ、はい。あと今思ったのはパワーシートです。パワーシート、これさ、いいな。
私のキューブよりいいよやっぱり一番特徴的なのはこの辺ですかね、はい、この辺、この辺ちょっと失礼します。そう、うわなんかすごい装備されてる、この横に、うん、コックピット感あるよね。ある、飛行機みたいな感じ。これはやっぱり掃除機の 32GTR と同じで、はい、このコラムからのレバーがウインカーしかない。おー、なるほど、ね、32GTR もそうなんですよ。はい、 32GTR はここのコンソールにね、まあ後で見せますけど、はい、全部配置されてるんだけど、はあ、まあ、それと、まあ、同じデザインというか。ここにあるんだね、面白い。ただ Z32 のすごいのは、はい、エアコンまでここについてる。そう思った、それ、これエアコンか。そうだ、これエアコンです。真ん中にない、フルオートエアコン。なんかもう珍しい。今はもう普通に真ん中だもんね。5速マニュアルです。うわ、珍しいよ Z のマニュアルは。うん、貴重な5速ですね。これ珍しい見てください。わかります、伝わりますか。これする感じね、これいいよ ね、お尻と背中がね、いいよこれ。はい、さあ対してこちら 32GTR、はい、これはもう別に何も言うことはないんですけどでも32の方が、うん、あのステアリング周りはすっきりしてるかなって。そうだね、確かに。でやっぱり普通のスカイラインの様子を色濃く残してますよね。専用 GTR 専用設計ではないっていう感じ。うん、受け継いだ感じ。うん、まあ追加になってるのって3連メーターとね、それこそグレードによってはエアコンが違うとか、あとメーターが違うぐらいだからね。あ、でここですよね、この、うん、やっぱりね、これレバーこれしかない、うん、レバーこれしかない。どっちが金かけて作られてるかって言ったらあっちだと思いますよ、うんうん、結構新しい詰め込んだ感じですもんね、うん、だけど GTR はスポーツするための車だから、うん、そんなのいらないでしょ、うん、っていう考えだと思う。もうスッキリさせちゃっていらないって感じ。あとシートはね、はい、Z32 よりスポーティーですよ。ちょっと座ってみて、ちょっと座り心地をねデポッチもバーンスはねしないですねもう本当スポーティーな感じだって、もうホールド感があるもんね。ここにね、もうお尻が動かないよって感じどれだけね動いてもね、ホールド感がすごいから。確かにね、向こうの Z32 の方が街乗りとかは、うん、いいと思います ね、長時間とかでもさ。そう思うとシートだけでもこう、なんつうんだろう、使い方、うん、が出てるっていうか、確かに車の方向性が分かりますね。そうだね。あとね、この個体に関しては、はい、めちゃくちゃレアなフロアマットです、これ。これ、はい、スカイライン、これはリーボック、うん、これ何なんですか。リーボックは分かる、聞いたことある。これは、うん、当時グループ A っていうレースに、はい、リーボックのスカイラインが出てたのね。リーボック GTR っていう長谷美さんが乗ってた車なんだけど、それの多分なんか記念で作ったフロアマットだった気がする。メーカーオプションだっけな、長谷美から出てたのかな、ちょっと忘れちゃったけど、はい、これめちゃくちゃレアです。これでね、リーボックの靴履いてるんでしたらちょっといいね、うん、いいよね、おしゃれ。でも当時は、はい、そのグループ A のスカイラインってめちゃくちゃ馬力出して走ってたので、はい、室内がめちゃくちゃ暑いのね、うん、でエンジンの熱がペダルにまで伝わってきて、足をやけどしちゃうぐらいだったの。すごいですね。足の裏やけどしたら普通のレーシングシューズだと。だから蓮見さんはリーボックのスポンサーだったから、はい、レーサーの人にこのスニーカーだったから足やけどしないよってリーボックの靴配ってたんですよ。何そのエピソード、すごい。リーボックそういうのもやってたんですね、うん、当時ね、グループ A の時は、うん、だからそれだけね、靴のメーカーさんでもさ、スポンサーしたいぐらい盛り上がってた、うん、そうのが分かりますね。確かにね。はい、では最後足回りです。足回りはですね、2台とも日産伝統のマルチリンクサスペンション入っております。一緒なんですね。そう、まあ、形式は大体一緒、うん、なんだけれど、まあ、今日紹介しているこの2台に関してはもうホイール変わっちゃってますね。本当だ、車外だ、はい、こっちはもう親の顔より見たかもしれない T37SL 低
定番ですね、うん、定番レイズさん儲かってんね本当にすごいですよね、うん、17インチの、はい、対して Z32 の方を見てくださいこちらこれなんか古さを感じますけどこれもまたレトロティックなねこれもまた傑作傑作そうなんですね傑作ホイールですこう星型ですねなんかそうですねこれアウトストラーダのモデナっていうホイールですへえ、ね、Z32 にはこのモデナのホイールが一番似合うこれも定番なんだ定番でしたね、まあ、GTR でいう T37 みたいなうんそうだね、まあ、当時の定番っていう感じああじゃあ当時ものみたいなもちろん当時ものでございますじゃあ今もう今もうないよ絶版品うでこのモデナ何がすごいかっていうと、はい、通常 Z32 のモデナだと17インチなのね、はい、ほとんどがほうほうほう、はい、だけどこのモデナは18インチなんですよこれだけなかなかないです Z32 サイズの18希少なんだかなり希少ですよ確かにパンパンだもんねパンパンだもんねこれもねうわじゃあさらにレアってことですかうんかなりレアだと思ううわすごいのが入ってきちゃった当時物いいですねそうだね今またブームだから、うん、そうですよねただねこれはまあ一意見なんだけど、はい、正直、うんこの 32GTR が発売されてた頃に T37 はなかったんですよ結構最近、ま、90年代中盤ぐらいからじゃないかな、一番古いのでなかったのね、はい、だからこっちはおじさんがエアマックス履いてるような感じわかりやすいわかります超わかりやすい、うん、ちょっとホイールだけいいの履いちゃったって感じあーわかる時代背景としては合ってないあーなるほどでもこっちは時代背景もバッチリあーいいですねだからどちらがそれらしいといえば僕はこっちの方かなって思いますそう言われるとこの組み合わせベストっていうか最高って思いますねそうだね確かに、まあ、ということでね各部見比べながら見てきましたけれど、はい、どうでしたか皆さんは私は Z の方が好きかなうんどういうところが良かった Z はやっぱスタイリッシュ、うん、まあそうだ ね, うだね外見から入っちゃったねパッと見て、うん、スポーツカーなんだなっていうのが分かるかな、うん、ほら世の中の人たち分かりました女子受けこっちですよ車はね車はいや正直言いますね、うん、僕も割と Z さんに好きなんです好きなんかい恋人にしたいなら Z、うん、結婚したいなら GTR って感じ、はい、あー分かるわー分かる分かる大将と車をあれ中古車市場の話したっけあしてないですしてないよねタメじゃないですかそうそうそうでこっち値上がっててこっちどうなんですか、うん、確かに正直言うと価値は全然 GTR の方が上だし価値っていうかまあ市場価格市場価格、うん、Z3 にはね割とお求めやすい感じですいまだになんでですかこれなぜかというと Z32 は世界展開してた車なんですねアメリカとかでも売られてたそうバンバン売られてました逆に Z32 なんかアメリカの方が人気あったんじゃないかっていう、うん、ああそうもう本当にそうなんだ 300ZX っていう名前でね売られてるんだけど、ですよねなのでこっちはもうアメリカにも台数いっぱいあって、うん、左半仕様めっちゃいっぱいありますなるほどそれに対してこっちは国内でしか売ってないですよっていうねレア感がうわあるので市場的には 32GTR の方が上ですよという感じそういうのもあって GTR はね上がってるのかもしれないですよ ね世界的に見るとこっちの方が多いですね、うんうんまあ、ただ未だにねこの2台を乗ってるような人たちって別に価値なんかどうでもいいって、うん、本当にこの車が好きだよって言ってる人が多いから別に価値気にしないっていう人が多いんで、うん、そういう話は野暮かもしれないけど、うんうん、でも日産的にはどっちの方が良かったんですか経営的な面ではあビジネスで言ったらこっちの方が成功したんじゃないですかおお世界展開も、うん、だから確かにね、うん、売れたしね当時あやっぱ結構乗ってたんだ、うん、かだからそれこそ未だに日産で現行車種がある2台ですよスカイラインとフェアレディ Z 確かにそう、ね、もうこのどっちかがなくなったら日産は終わりです、うん、終わりもうね頑張ってほしいこの
ね、ブランディングは絶やしちゃいけない、うんね、セレナだけじゃ無理か、セレナじゃ無理、デイズじゃ無理だよキューブ出せってキューブもね、キューブも出しても骨が出ましたそうですね、はい、ということでですね、さっきホイールのお話をしましたけど、はい、この18インチのモデナ、はい、これはヤフオクに出ます。うわお、これ競っちゃうんじゃない？いや競ってると思うし、探してる人いっぱいいますよ、うんうん、まあ、ちょっとね程度は少しあれですけど、まあ、リペアして使っていただくとか、はい、このディスクだけで使ってリバレルしてもらうとかで、いやもうなかなか出ないですよ、うん、18インチは。以外にも使えたりするんですか？うん、まあ、使いますね、 FD とか FC とか。うわ、なるほど。 FC 結構似合うと思うな。見たい、 RX7 とかについてるもん。見たいね。なのでぜひ、うん、お求めください。ヤフオク毎日見てくださいねそのうちポッと出てきますから、はい、私もちょっと見よう。で多分こっちの D さんなのも別にそんなレアじゃないですけど、はい、ヤフオクに出ると思います。はい、それはどうでもいいやこっちがメインか。え、これってあれですか、はい、ホイールキャップっていうか、あのキャップもピンも全部ついてますんで。お、すごい、ご安心ください。素晴らしい、はい、セットになっております。じゃあまた次回の紹介でお会いしましょう、うん、はい、バイバーイ、バイバーイ。